皆さんこんにちは。神戸鉄道グループ副総裁の早手でございます。本日はね、あずさ50号をね、甲府駅から見送っていきたいと思いますが、本日はね、ご紹介したいものがありますので動画を回しております。今ね、甲府駅の12両1、まあ12号車の付近にいるんですが、まあ、ここ以外でもね、甲府駅ではあともう一箇所見ることができるんですが、今回はね、実際に使用しているところを見たいので一番後ろの方にやってまいりました。甲府駅ではね、今回紹介する機材に関してはね、山梨県で唯一現役で動いています。まもなく列車が参ります。まもなく2番線に特急あずさ50号、千葉行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は12両です。お待たせいたしました。特急あずさ50号千葉駅到着です。遅れておりました特急あずさ50号千葉駅が到着です。はい、入ってまいりました。あずさ50号千葉駅でございます。この列車はね、もう現在では非常に珍しくなってしまった12両編成のあずさです。付属編成がね、連結されています。お待たせいたしました。特急あずさ50号千葉駅到着です。黄色い電柱ブロックの内側までお下がりください。この列車はね、現在ちょっと遅れてるんですね。13分から15分ほど遅れてると思います。この列車はね、大月駅にも停車するあずさでございます。甲府駅に到着しましたが、本日ね、紹介しようと思っていたものはね、まもなく映ると思います。はい、今映ってます。あずさ50号のね、あの左上ら辺に映っているんですが、これ読み方わかんないんですが、平常時期合図機っていうんですかね、あのね、扉をね、閉める合図をね、行う表示機なんですが、この表示機実はもう現役の駅がほとんどないんですね。首都圏でも20駅ちょっとしかない、非常に珍しいものでして、山梨県では唯一なんですね。長野ではもう新幹線を除き廃止されていると聞いています。中央本線では東京、神田、御茶ノ水、新宿、立川のみに設置されていまして、八王子はもう廃止されています。はい、このようにね、光っていますが、こう光るとね、扉を閉める合図をしたということになります。閉じめ合図出すの？はい、私もね、現役でね、動いてるのはね、あんまり見たことがないので、すごいなと思いました。ちなみにですが、これ少し前までね、旧型だったんで、これ置き換えられたばっかなんですね。本当すごいと思います。それではね、この動画どうだったでしょうか。よかったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。